こんにちは、まーちゃんねるのまーちゃんです。今日7月8日土曜日、まーちゃんが初めて開催するまーちゃんオフ開催日です。やばい、緊張してやばいんですけど、これから会場に向かっていきたいと思います。来てくれる人いるのかな。行ってきます。開催場所に向かってます。今回開催場所は告知ではしてないので、元に参加してくれる人のみ場所が分かってる感じになってます。やっといっぱい来たよ。中国から？やばいよね。やばいよ。やばいよね。やばいしきて。めっちゃかっけえ。まーちゃん何着てるの？すごい。かわいいよね。かっこいいよね。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいい車ばっかなんだ。すごいよね。かっこいいよね。やばいよね。え、こんなに来たんだよ。マッチャオフにこんなにいるんだよ。やばいでしょ。これさ、やばいでしょ。ぶつかる。やばいでしょ。すげえ。いっぱいいる。これさ、どうしたらいいんだ。すごいね。今日ね、いっぱい。今日いっぱい来てくれてますよ。これかっこいいね。後で紹介してもらおう。かっこいいね。みんな集まってよ、いっぱい。すげえ。HFC のメンバーさんが来てくれました。え、札幌からだって。今日みんなすごいね。今日はすごいかっこいい、かっこいい車ばっかですよ。かっこいい車ばっかですよ。すげえすげえ。でかい車ばっかりです。でかい車ばっかりです。かっこいいですね。今日はハイエースがいっぱいです。おお、すごい。オープン。物詰めれるんですよ。お、説明聞いちゃおう。これも後からつけて結構しまってる、ね、10万ぐらいで買って、ポーチに10万の。ってあれ、キャビンちゃんがいつの間にか入ってた。あ、これこういう形。キャビンちゃんが大注目されてる。片付けてきてないんだった。片付けてきてないのに。キャビンちゃん意外に汚いんですけど。見られてるから。そう、今めっちゃ見られて恥ずかしいんだけど、片付けてこなかったからめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。何も入ってない車なのに、まーちゃんのキャビンちゃんがめっちゃ注目されてるけど、何もいじってないから大変だ。やばい、今注目されてる。ちょっと恥ずかしいね。すごいね、これキャンピングカー。あっちょいね。キャビンちゃん見てもらってますよ。おー、かっこいい。
ここいっぱいいるでしょ。いっぱいあっちにね、あっち今日暑いから日陰にいるんだけど、とりあえず1個行きます。この車は車が分かんないからね、うまく説明できないけど、動画でね、かっこいいってことだけ見てて。これ何したかったんだろうね、見ても分かんないし。これはテールもいじってるね、結構いじってる。 H 今日ね、 HFC のメンバーさんが札幌から遊びに来てくれました。これすごいね、なんか釣りするんだね。釣り道具いっぱい勝手に取っちゃった勝手に取っちゃってるけど、まあこれもね、テールいじってある。結構見てデザインもかっこいいし、あ、ここもほらオーブン、かっこいい、いっぱい積んである。お菓子もある。あ、これなんかコブラ、これかわいい、好きなんだ。ホイール、青好きなんだ。ホイールがかっこいい。なんかステッカーもいっぱいあるよ。え、これなんかさ、青と黒かっこいいね。これなんて言ったらいいんだろう、かっこいいかっこいいしか言えないけど、青、結構青とか入れてるんだ。これかっこいいんだ。ところどころラインで青あるのもかっこいい。これはなんて言う、ハイエース、バッドホイース、うん、わかんないけど、なんか揚げ系だね。ここも傷口所がついてる。この方も HFC さんです。テールは揚げ系、これも HFC。 今日はね、1,2,3,4,5 5台はね、遊びに来てくれてるんだよ。すごいよね、5台は遊びに来てる。5台なんだっけ、5台だったの。なんかここステッカー貼ってあるしかも、かっこいいですね。これこの人かわいい、かわいい奥さんです。あ、ちょっとすいません、勝手に撮ってます。これも HFC のメンバーさんの車です。お、ホイール、あれだ、コブラのホイール入ってる、うん、すごい。マーチャ結構コブラ好き。これもね、なんレガンスのテールなのかな、ちょっと車が詳しくないからだけど、これクッちゃんのこの前ね、まあね、会いに行ってきた。かっこいいよね、テールもそうだし、いじり方がかっこいいんですよ。この前に撮らせてもらったけど、なんかところどころ赤いライン入ってて、赤ってのピンクかな、なんかさ、おしゃれなんだよね、仕様がめちゃくちゃ。今日はハイエースがね、いろんなの着てて、どれ見てもかっこいいの、そのこだわりがすごくてみんなかっこいいんですよ。まあこれね、かっこいいでしょ。これは今日は箱車の集まり、まーちゃんのやった箱車の集まりで、今日キャラバンちゃんも来てくれてる。そう、このいつもね、ノーマルだって言うんだけど、結構いじってる系だとまあ思ってて、キャラバンもさ、ハイエースと違うけど、かっこよさはさ、変わんないと思うんだよね。これはいつものまーちゃんのケビンちゃんです。まちゃんのキャビンちゃんはいつも通り、今日はね、なんかちょっとぐしゃぐしゃ、あっちがいっぱいもらっちゃうね。あと今犬仕様だから、いいぜ。まちゃんキャビンちゃんはいつものです。イベントだから、イベント仕様ですからね。ほら、得意でしょ。今日帯広から遊びに来てくれてるんですよ。お仕事、明日からね、ちょっとね、お仕事だけど休暇に来てくれたの。あれ、帯広のショッピーなんだっけ、帯広にあるドリームさんっていう車屋さんでやってもらってるらしくて、中とかね、すごいのよ、キャンピングカー仕様で。まあまあ、いつかキャンピングカー仕様にしたいな、かっこいいよね。これでね、1.5 インチ下がってるんだって。それでも結構冬物らしいんだけど、結構ね、すっちゃうって。で、前はね、グリルとかつけてたらしいけど、
今はこの塩顔ね、かっこいいでしょ。クリームさんの塩、これマロンパパ。でもさ、かっこいい、外もかっこいいんだけどさ、中もかっこいいんでしょ。今日はさ、中開いてないから見れないけど、さ、統一感がさ、やばいよね。高級仕様みたいな。またさ、いつも綺麗なのよ。この車も HFC さんです。わかります。テール？あれかな？なんでテールかな？すごいすごい、でっかい。それは一応ね、これは赤っぽくしてる。かっこいい、イベントにも結構出てるよ。ここは大工の車。これさ、なんだっけ、ハイドロちゃんでさ、めちゃくちゃ低いんだよ。ほら、絶対くっついてるでしょ。低い、低くない？低いからさ、めっちゃさ、なんか高さもさ、スパロンなのにさ、めっちゃ低くない？ほら、ほら、なんかおもちゃみたいでしょ。で、動いてたらもっとおもちゃみたいなんだよ。すごい低い。これは低すぎら。低い。今日これね、スパロンが1台、2台、3台、4台、これで5台でしょ。で、普通のキャラバン1台に1台、2台、3台、4台でしょ。で、今のところ全部で10台もいるんです。すごいね、これよかった、納車したくだって。ぐちぐち大変。お、マちゃんと同じかっていう、同じ日しか、なんだっけ、あれなんていう、なんていうチームかわかんないけど忘れちゃった。すげえな、でかいな。すごい暑いのよ、やばい。それからみんなでアイスクリーム食べに行くんだよ。みんなで猿回し見るよ。頑張れー。あ、どうぞ。イエーイ。ありがとう、気をつけて。ありがとう、気をつけて。ありがとうございます。泣いちゃいそうだ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。